今予約下火になって、まあ一週、まあもうちょい、一ヶ月と三週間ぐらい経ったのかな。でね、最近18歳の子が来てね、なんかもう、18歳でワーホリに来てる人たちはまあいたけどね、実際間近で見るとすごいなって思うけどね。10歳も違うんだけど、俺らと同じだからね。おっと ?Hello? Can you come and do a cabin check-in for me, please? Okay.Goodbye to the sticky telling list. Thank you, Marco. なんでクワッドバイクが突然いつ起こって壊れるのかがようわからん。大事な時に限ってこうやって壊れるからね。またトロイに直してもらわないと。明日からできんわ。ユキとアクセルにねだられてる最中だね。やべ、バッテリーがねえな。あと1週間後にはもうここからいなくならなくてね、いけないんだけど、今これフェンスを張ってる最中なんだよね。で、なんかさりげなくね、ブライアンとイアンが組んで、だいたいこの道をまっすぐ行くと、オーバーナイトクワットツアーの、スワットエネル丘に行くんだけど、なんかブライアンとイアンが新たに、3泊4日で4500ドルぐらいの超一発高単価で豪華なアウトドアキャンプの企画をやってて、それの今ゲート作ってるんだよね。で、あとここ金網張って終わり。で、これがバングとか言ってて、このフェンスを打つために使う道具だね。あとマスタリングの時も使ったし。いやー、終わんねー。いやー、終わらん。もうこっから出ていくのもこれまたしんどいんだけどね。免許の更新やるからしゃあないけど。
あと来週、今週、来週か。来週の火曜日に、ここ出るんだけど、出る際の、出る間際の、お仕事。はい、洪水を止めましょう。多分、牛が踏んだと思う、これ絶対。ガムテープで巻いておけば明日修理するからとか、こんなんで治るのかって。まあなんとか大きい処置終わって、あともうちょい、ガムテープでぐる、この、まあビニールテープでぐるぐるにして、今日は終わりかな、まああと、8時ぐらいかな、また棒みんな見に行かなくちゃいけないけど。あ、バッテリーねえわ。これがプレイルームかな。ちょうど昨日の半日のデイオフ終わって、さて明日帰ろうかなーって時なんだけど、なんかもうブッシュファイヤーで金額去年リゾートも焼けちゃったらしいから、明日ちょっと帰れるかわかんないし、エアーズロック空港からダーウィンまで飛んだ方が安かったね。いやー失敗した。でまああと、チョッパーマイケルに送ってもらえなかったら、エアブロック諦めて、アリススプリングス行って、そのままダーウィン行って、また帰るけど。で、このキンベリー、イタリア人二人が掃除して遊べるようにはしてくれました。これら全然使わなかったけど。まあ、もともと昔、デイビットが使ってたけどね。なんでデイビッドとマーラが使ったと俺らが掃除しなきゃいけないんだっていう、そういうのもあったけど。そして今は、完璧にぶっ壊れたこのランドリー。イアンはまた修理をするらしい。これからエアブロックに行きます。フィルミン。Mm-hmm.